スペックルイメージングは一般にシフトアットポー、またはスペックル干渉法を用いる高分解能の天体撮像技術を指す用語である。この技術は地上設置天体望遠鏡の分解能を劇的に改善する。この技術の原理は目標天体を非常に短い時間の露光により撮像し大気の揺らぎによるシーングと呼ばれる現象を除去する。 処理を行うというものである。この技術の利用により数多くの発見がなされており、これには例えば同じ光景の望遠鏡では単一星にしか見えない数千の二重星の発見や恒星の黒天様の現象の初めての撮像が含まれる。これらの技術は現在でも広く利用されており、とりわけ相対的に明るいターゲットの撮影においてよく用いられている。 理論的には望遠鏡の分解能の限界はフラウンホーファー解説のため主鏡の後景の関数となる。これにより遠方にある天体のイメージはエアリーディスクとして知られる小さなスポットにまで広がることになる。この限界より小さな距離しか離れていない天体のグループは単一の天体に見えることになる。大光景の望遠鏡ほどエアリーディスクを小さくできるので 大口径の望遠鏡は大きな主鏡で暗い天体からの光をより多く集めるだけではなく小さな天体の撮像も可能であることになる。一方、暗い天体を撮影する場合は赤道儀などの自動追尾機構を用いて天体を長時間にわたって追尾しながら長時間露光を行う必要があるがその際に大気のランダムな性質がエアリーディスクの単一のスポットを 撮像面でランダムにブレさせるという現象のために単一の天井の天体はエアリーディスクよりもずっと大きなスポットとして撮影されることになり分解能は著しく劣化することになる。典型的なシーイングでの大口径の主教の実用的な分解能の限界はシーイングパラメーターある例に等しい直径の主教の分解能と同じになるがこれはなんと 直径2 0トルの主鏡を十分良い、コンディションで用いた場合に相当するに過ぎない。スペックル干渉法と保証工学の導入がこの限界を取り除く道を提供するまで長年にわたって望遠鏡の性能はこの減少により制限されてきた。スペックルイメージングは画像処理技術を用いてオリジナルのイメージを再構成する。この技術の革新は アメリカ合衆国の天文学者であるデイビッド・エルフリードによって1966年に発見された。これは実質的に大気が凍って動かないとみなせるほど非常に短い露光で撮影するものである。赤外線イメージにおいては露光時間は100ミズのオーダーであるが可視光線領域においては10ミズ程度まで下げられる。この程度あるいは それより短いタイムスケールのイメージでは、大気の運動は分解能を低下させる現象を生ずるには遅すぎるので、画像として記録されるスペックルは大気を通したシーイングのその瞬間のスナップショットである。つまり、シーイングによって長時間露光での天体の分解能が劣化する原因は瞬間的に生じる天体画像のぼやけにあるわけではなく、 撮像面における天体の像が時間とともにランダムに動き回ることにあるということである。したがって短時間露光を行えば原理的にシーングによるぼやけを排除できるはずであるが暗い天体を短時間露光する場合は撮像面の1画素が捉えられる格子は1個かあるいは0個の場合もあり得るため1枚の画像では対象はノイズの中に埋没することになる。そこで 長時間露光でたくさんの光子を補足する代わりに短時間露光の画像を多数用意してそれらを微妙に位置をずらせながら相関が大きくなるように合成すればノイズはその統計的な性質により相殺され天体のみのエアリーディスクに近い大きさのスポットが得られるはずであるただし天体が暗すぎる場合は相関解析すら難しい程度の光しか 捉えられないという場合もあり得る。1970年代初期に行われた初期におけるこの技術の利用は限られたスケールで写真技術によってなされたが写真フィルムは入射光のわずか7%を補足するに過ぎないため最も明るい天体のみがこの方法で処理された。しかし入射光の70%以上を補足可能な CCD イメージセンサの天文学への導入が 実用的応用におけるバーの高さを大幅に引き下げ、現在ではこの技術は明るい天体に対して広く用いられている。多種のスペックルイメージングが重複した名前を持っているという事実は、アマチュア天文家が既存のスペックルイメージング技術を改造し新しい名前を与えていることが大きな原因である。もっと最近ではこの技術の産業分野での応用法が開発されている。 これはレーザーを物体の表面に照射して、それによって得られたスペックルパターンを処理することにより、材料の欠陥の詳細なイメージを得ることができるというものである。シフトアットポーと呼ばれる技術においては、多数の短時間露光によるイメージは、最も明るいスペックルの順に並べられ、加算平均化を行って一つの出力イメージを得る。ラッキー撮像法では、 少数の最も良い短時間露光によるイメージを選択する。初期のシフトアットポーでは全体としてのストレールレシオが最も小さくなるようにイメージの重心に基づいてイメージを配置し調整する。1970年にフランスの天文学者アントワーヌ・レイビアリーはスペックルパターンを風霊解析することより天体の高分解能の構造に関する情報を得る。 ことができることを示した。1980年代には、これらのスペックルパターンから干渉法により、イメージを再構成するための技術が開発された。もう一つの現代タイプのスペックル干渉法は、スペックルマスキングと呼ばれるものであり、短時間露光イメージからのバイスペクトルあるいは、平行位相と呼ばれるものの計算を含む、平均バイスペクトルは計算することができ、 これをイメージに変換することが可能である。これは開口マスクを用いた場合にとりわけうまく働く。この開口マスクのアレンジでは望遠鏡の開口部はいくつかの光が通る穴を覗いて塞がれ小さな光学的干渉系を構成する。この状態での分解能はその望遠鏡の通常の状態よりも良くなる。キャベンディッシュ研究所宇宙物理学部門が この開口マスク技術の先駆者である。この技術の限界の一つは、それがイメージの大規模なコンピューター処理を必要とすることであり、これは最初にこの技術が開発された当時では乗り越えることが困難であった。ほとんど万能と思われたデータゼネラルの場をもってしても遅すぎて適用を重要な天体に絞らざるを得なかった。この限界は数年間で コンピューターパワーが進歩したために消失し、今日ではデスクトップコンピューターがこの処理を取るに足らないものとしてしまうほどのパワーを備えるに至った。牛飼い座ゼータ製スペックルイメージングのスローモーションインムービー右上の映像は待機シーイングを通した二重性の典型的な短時間露光イメージである。各々の,の,の星は本来は一つの点として現れるべきであるが、 大気の揺らぎのために2個の星が2つのスペックルパターンに分裂している。スペックルは使用したカメラのピクセルサイズが荒かったため、この画像では分かりづらくなっている。スペックルは周辺を高速で移動するので、長時間録音した画像では、各々の星は1つのぼやけた塊として現れる。この映像は直径が約 7R0 の望遠鏡を用いて得られた。 ものである右下の映像は望遠鏡を通して高倍率で星を観測した場合に見える映像をスローモーション動画で表示したものである。使用した望遠鏡は上のものと同じく直径が約 7R0 である。星の像が複数の反転に分裂するのは完全に大気による現象であることに注目する必要がある。 スペックルイメージング技術は大気により劣化する前の天体の像を再構成するものである。この動画では望遠鏡の振動も認知可能である。以下の映像はすべてスペックルイメージングを用いて得られたものであり、ハップル宇宙望遠鏡で得られるものよりも分解能が高い。ありがとうございます。